い、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きをやっていくんですが、前回からだいぶ日が過ぎまして、もう見てください。今25日の15時です。丸1日以上経ちましたけどね。はい。まあ何をしてたかというと、前回の動画で言ってたように拠点を作っておりました。はい。一応ね、できたんですよ。めちゃくちゃ時間かかったというか、めちゃくちゃ苦労したというか、大変だったんですけど、あれどっちだっけな。こっちか。あ、これか。これ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 。ほら。ちょっと雨降っててね、見づらいですけど、こんな感じに、カントリーエレベーターの屋上にですね、作りました。屋上というか上のところにね。ほらね。こんな感じになっております。はい。なんでこんなでかいのっていう。ね、ここなんですかっていう気がする。こっちはね、住むとこなんですけど、まあまあ、登ってみればわかる。はい。一応ね、こっからも登れるし、こっからも登れるようになっております。はい。これね。ここはね、でもちょっと、ね、扉があってね、こう、扉があって、こう扉開けて入っていく感じなんだけど、こっちはね、一応飛び降りれるようになってる。バスッとこの、干し草置いてあるんで。で、こっちはこっちで、まあ、パコンと上がれるという感じになってます。はい。で、中こんな感じで、もうほぼ完成しました。ほぼっていうか、もう完全ではない。壁強化してないけど、もう完成しました。はい。もう運用可能な状態。で、見て、ほら、バイク飾ってある。これ自転車。バイク。乗らないバイク飾っときました。とりあえず、上の方にね。はい。これ乗れるんだけどね、一応ね。一応なんか乗ること。あ、落ちる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 。落ちろ、落ちそう、落ちそう、落ちそう。まあ、これまだちょっと後で直しとかなきゃいけない。これも一応乗ろうと思えば乗れるんだけどね。落ちろ、落ちろ、落ちろ、落ちろ。何をしてんだって話だけどね。はい、まあそんな感じで。こいつは安定性あるんだけどね。落ちる？こいつは落ちないんじゃないかな。落ちるかな？まあやめとこうか。落っこってきたら嫌なんで。はい。まあそんな感じで。これとこれ落ちそうになってたけど、ね、うん、まあいいか。はい。まあそんな感じで拠点はできましたと。はい。今回はね、HD のローを2発にしましたね。前回普通の、ね、純正のローも使ってましたけど、まああれやめて、HD のロー2個作りました。で、この辺のやつはもう向こうで使ってるのと同じやつね。はい。同じやつね。だいたいもう同じ仕様になってます。はい。自販機持ってきました。向こうに置いてあったのね。これ取れなかったからどうやって取るのかなと思ったら、叩き壊したら取れました。ちょっと怖かったけどね。怖かったけど壊してみるかと思って壊したらね、一応取れたので持って帰ってきました。持ってきました。はい。まあそんな感じかな。まあそんな感じ。で、外がどうなってるかっていうのはポイントなんだけど、じゃじゃん。ここね。これね。これ何かっていうと、これね、迎撃するとこなんですよ、これ。迎撃するとこなんですね、実はね。はい。で、どうなってるかというと、まあ、上に上がるんですけど、まあ、こんな感じになってます。見えないかな。見えないね。見えないね。ただね、これ、ここにはまるとね、出れなくなっちゃうんで、あんまりはまりたくないんで、こっち側から見るか。こんな感じでね、発電バンク1個置いてあって、上にね、ショットガンタレット4機置いてあります。はい。で、こっから撃つ。うわぁ、しびれた。しびれた。まあ、電流ポストここに走ってるんでね。一番最終防衛ラインじゃないけど、ここにほら、トゲトゲブロック一応置いてあって、ここで落ちるようになってるんですけど、落ちなかったやつのために一応ここにね、電流ポスト置いてあります。はい。で、こっちからショットガンタレットで4機で、まあ、狙うみたいな。だから、ここ渡ろうとしたやつはね、まあ、撃たれたら落ちる、大体ね。うん。で、さらになんですけど、こっちを閉めておくか。さらに、上がってくるのはね、こっから上がってくるんですけど、ここにもね、一応電流ポスト2本置いてあるのと、ここにショットガンタレットが1機置いてあります。ここね。よいしょ。ここね。ここに1機置いてあります。で、これ、電流ポストが走ってるみたいな感じになってます。で、まあ、ゾンビどっから来るかっていう話なんですけど、よいしょ。あー、痛いかな、これ。痛かったかな。怪我はしなかったね。ゾンビさんたちはどっから来るかっていうと、まあ私がさっき登ってた、ここは登れないんで、こっちから来ますね。こっちから来るパターン。こう。で、ここ、登り切ると電流ポストあるんで、登り切ると電流ポストあります。はい。で、もう一箇所、これだと犬上がってこれないんで、ここのね、中も一応生かしてあります。これ。これ。ここからも一応これ、なくはない。犬はね、はしご登れないんでね。まあ犬がここ上がってくるかどうか。
微妙っちゃ微妙なんですけど、一応こうスロープつけてね、こう上がれるように、してあります。こうだいぶ道のり長いけどね、こんな感じでね。で、まあ、上がりきると電流ポストがあるんで、まあ、脳天しびれますよっていう感じなんだけどね。これね、行けるけど降りれないんだよね。まあそんな感じになっております。はい。でですね、まあもう25日昼過ぎたんで、ここでこのままフェラルフォードしようかなっていう感じですよね。27日目のね、うん、まあ なんとかなんでしょう。ちなみにね、これ土地主張土地主張ブロック中に置けなくて飛び出してます。こんな感じでね、はい、あのトレーダーに近いからさ、トレーダーに 近いから置けなくて、まあいいかと思って外にね飛び出してます。はい、土地主張がね、一応範囲的には入ってるんで、こうね、範囲的には入ってるんで、まあいいかとあんなとこに飛び出してます。はい、まあ拠点的にはそんな感じかな、うん、そんな感じになっておりますね。はい、まあ、あ、でここね、そこ、さっきのトゲトゲブロックを渡り切った人は、まあ、ここに落ちるんだけど、一応ね、この捕獲トラップを置いてあります、ここに。で、ここでも一応ショットガンタレットが落ちたやつを、まあ、狙うということで、ここまで来る勇者はなかなかいないけどね、うん、いないと思うけど、まあ、来たら、こいつらが撃ってくれると。で、かつ、ここに挟まってくれればラッキーかなって感じ。挟まらないかもしれないけど、挟まってくれたらラッキーかなと。はい。まあ、ルート的には、ここからまた上に上がって、私ここにいるんで、まあ、ここに来てもらうみたいな。ここに上がってくるみたいなイメージなんですけど。まあ、どうだろうね。来るかどうかわからん。やってみないと。ちゃんとそのように動いてくれるかどうか、ちょっとやってみないとわからないです。今回は、ブレードトラップは使ってないです。あ、やばい。俺ハマる。危ねえ。こっちにはまるとね、自分も動けなくなるんでね。はい、ということで、もうまあ4時も説明してたら4時になっちゃったけど、今日はですね、まあ何をするかというと、実はですね、トレーダーを見つけたんだよね。どこだったかな、ウォースリートレーダー見つけたんだよね。あのフェラルフォードやるのにね、いい場所ないかなと思ってうろうろしてたらね、ウォースリートレーダー見つけたんだけど、ちょっとね、夜だったから寄らなかったのね。そしたらね、どこか分かんなくなっちゃったんだよね。これかな、あの4件固まってるやつね。トレーダーが4件固まってるやつがあった。これかな、違うな。ちょっと探しに行きましょうか。なんか街中、ここら辺だったと思うんだけどね、街中だったと思うんだけど、自分いるのここでしょ、違ったかな、違ったかな。まあちょっと探しに行きましょうか。あのワンチャンね、その前々から欲しい欲しいって言ってるさ、あの何、なんだっけ、あの図面設計台とかがねあればいいかなと。この辺にいらないから売っちゃおう。1個持っていく、1個装着より持っていくか装着、あとこれもいらないの、この、あ、これちょっとジョイルさんちでも売るかな。もうリュックはつかないからね、マジでいらないんだよな。はい、ということで、行きましょうか。トウ。よいしょ。飛び降りれるようにしたのめっちゃ楽だわ。はい。よいしょ。星草ね。星草の束なんて、草10個ぐらいで作れるんで。よいしょ。はい、いらない。もうダメでしょ。あ、結構か。あ、これもダメなんだ。よっしゃ。ということで、ちょっと探しに行きましょうかね。見つかるかな。よいしょ。まあ、こっちなの。こっちだよね、多分ね。じゃあちょっと探しに行こう。いいもん売ってたら買いたい。ぜひとも、図面設計台を。やばい、でかいお姉さんがいる。でか、クソでかお姉さんがいる。早いな、お前。クソでかお姉さん、どこ行った？いた。死んだか？死んだね。こんな溝にはまるなんて、バイクが。そんなバカなっちゅう話なんだけどね。よいしょ。
さてさて、どこかな。あ、そうそう、クラックハブックあるんだよね、ここにね。後で行きたいね、そのうちね。あ、あったあったあった。これだ、これだ。ぶつかる。これだ。ありました、ありました。昔これね、堀が立ててあってね、下手に踏み入れると、ザクザクってなったんだけど、あの堀なくなったんだね。ああ、犬いた、やっぱりいるんじゃないかなと思ったけど、本当にいた。なんだ、なんだ、やる気なのか、お前。やる気なのか？やる気だね、君。やる気だね。もういないの？あ、いるな、まだ。まだいいのか。狂犬病になっちゃう。じゃじゃん。ああ。OK。中にこれ設備もあったりしたよね、確かね。あ、なんか拾ったな。ポンプ？ポンプか。ポンプはもういいんだよな。M60 マシンガンクオリティ1をアンロックしました。はい。持ってるからいらないっちゃいらないけど。よいしょ。よいしょ。はい、オッケー。あ、こんなとこ開いてんの？開いてないのか。開けるか。開けましょう。はい、開きました。ほう。ほう。ダイヤモンド3つも入ってた。こっちには何もないの？なんか、ラット値上がってる人がいるな。誰ラット値上がってんの？お前か。ああ、弾なかった。嘘でしょ。なんて運が悪いんだ。めっちゃカリカリ言ってるよ、ね。いや、襲ってきた。嘘。鳥の襲ってくるタイミングというか理由がようわからんね。相変わらずね。はい。ここもなんか入ってる。腑に行くか。で、こうなって、トイレあって、自販機。襲ってくんの？襲ってきそうな予感だな。どこ？ダメージ食らったから襲ってくんのか？血の匂いに反応してんのか？ねえ。はい。ということで。この辺はでもあんまり欲しいと思わんけど。まあ、とりあえずこの端から見ていきましょうか。こんにちは。ヒューさん。じゃじゃん。技術の惑星か。はあ。バカし棒ハンター。タープ。ほう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 。はは、ないね。うん、ピーマンの種。4スコ、2スコ、タクティカルアサルトライフル、鉄鋼ショベル。ない。大したもんない。大したもんないわ。こっちのセリフだよ、ファッキンダイ。よいしょ。ここは？レクト君は？レクト君、レクト君相変わらず、種とか食い物ばっかやね、君の子はね。ああ、ダメだね。今一つだね。ちゃ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 。試験爆弾とか売ってるけど。生肉、染料。種、ハマポケット、ルツボー、あ、ダメ。ない。ここにあるかもしんないけどね、ここにないかな。これそう？これ何？10ベンチか？これ廊下。これは？これ HD 作業台か。これ何？あ、これストーブね。あ、オーブンね。うえー。あ、これ水汲めるんじゃない？ここで。設備的にはなかったか。本があるね。ああ、開いてる。何ですか？はい。設備は置いてなかったか。じゃあ、ちょっと上でやっぱり売ってるかどうか。それに。売ってるかどうかに、なんかめっちゃ走ってんな、ゾンビ。来るかな？
来るかね。おさん、あ、待って、こんなところに弾薬あるじゃん。お、スナイパーラフル5だ。あ、びっくりした。びっくりしたじゃないか、お前。なんで後ろから来るんだよ。なんで後ろから来るんだよ。びっくりするじゃないか。まったく。おい、消防士。あ、一周回ってきたのか。先行組が一周回ってきたのか。ちょっと当たんねえ。中に。はあ。もう向こうの方まで走っていっちゃってる。向こうの方まで行っちゃってんのね。まあもう向こうに行くんだったら行くでいいか。わざわざ。君うるさい。君うるさいよ。以上。オッケー。じゃあジェンさんのところで買い物するか。ジェンさんのところもまあ薬は売ってるかもしれないけどな。はい。こんにちは。な、あ、ないね。プレイヤー自販機。あ、アンシスコープとか売ってるけどね。マグナム、スポットライトだと。ブレードトラップ。あ、もうこの辺はアーマーだね。あ、ない。あ、ないか。売ってればラッキーかなと思ったんだけどね。シェルプアクセサリーって何？シェルプ、ああ、その、あれか。なんだっけ。乗り物か。乗り物のやつね。ピックアップトラックシャーシー。発電バンク、太陽電池、タクティカルウォーフェア買おうかな。スクラップ方法は、まあ、ショットガンも買おうかな。まあ、そんなもんしかいらんよね。太陽電池売ってんだ。5万円もすんの。クソ高いね。へぇー。プレイヤー自販機はどこ行っても売ってるけど。作業台はないか。作業台はないね。執行者サングラスか。作業台は売ってないか。残念。残念でした。飛べなかった。この天井に乗れそうな気がする。まあ乗ってもしゃあないんだけど。乗れそうな気がしない、ここに。飛ぶ。あと飛べない。ジャンプできない。細いからね、これね。ここね。よいしょ。この辺から助走をつけて。あ、飛べないわ。飛べない。乗れそうな気がするけどな。この辺から。あ、乗れた。あ、乗れたけど。上が別に何もないのか。乗れた。ガタ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 。ガタガタしちゃう。これ無敵なの？あ、ガインって言わないか。あ、無敵だね。これやっぱり夜で入れないのかな。あ、なんか強そう、こいつ。死んだ？死んだね。まあ、売ってなかったということで、残念でしたと。この近くに住むのもいいよね。こいつの近くに住むのもね。でも住めそうなとこないか。ここぐらいか。住めそうな。あ、まあ、あそこ住めるけどね。農場ね。なるほどね。ちなみにクエストチラッと見てみるか。まあ今日はもうやらんけども。I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. まあアカデミーね。ファインボールね。ライト艇。1.4 キロ。バニティタワーあるな。バニティタワーもめんどくさいからあんまし、あれだね。ファバレスアカデミー。アカデミーはちょっと面白かったからもう一回行ってもいいけど。ねえ。まあでもそれぐらいか。348メートル。ああ、なるほどね。
なるほどね。ここに図面作業台あれば最高だったのにね。最高だったんだけどな、ここにあればね。カラビン持ってる？ちなみに。カラビンはも、泥水か。ちょっと一応、もうめぼしい本買い漁るか。さっきは見てなかったけど。Make up your mind or make your way out. 週刊ショットガンとか。シャープスティックはいらないな。ハンディランドもいらんな。うん、まあ、それぐらいだな。こっちは？よいしょと。Whistle gun, you got taste. Prove it. あ、売るの忘れてた。あぶねえ。これもいらないよ。こんなんいらん。ダイヤもまあいらんけどね。別にね、俺的には。技術の惑星はまあいいとして、ハンドマンガンマガジン買おうかな。あ、でもまあそんなもんか。それぐらいしか。特に必要じゃないね。黒の染料ももう一応2個持ってるんで、まあいらんか。まあ、いらんか。これ何？あ、ショベルか。ランタン。ランタン欲しい気はするけどな、ちょっとな。ランタンって作れ、まだ作れないね。間違えた。ランタンってなんか本読んだら作れるようなんだよね、確か。違ったっけ？あ、作れるわ、ランタン。ランタン作ろうかな。ねえ。あれ？作れた？今、作れないね、やっぱね。あれ？あ、そっか、これワークベンチじゃないからか。作れんのかな？作れんなら作ろうかな。電気いらないからね、ランタンね。めちゃくちゃ便利なんだけど。ててナイフガイドがいらんな。あ、ここ、ボブンとか何も売ってないね。あ、もうめぼしいもん売ってないな、ボブンちは。補充の日が26日か。ボブは役に立たなかった。ということで、帰るか。帰るか。あ、待って、俺バイクどうしたっけ？バイク取ったっけ？あ、取ってた。まあいいや、歩いて帰るか。ゾンビ倒しながら。さっきのクラッカーブックとかちょっと行ってみたい気がする。ポップンピルズ。なかなかこれ結構ね、いい街並みだよね。はい、クーマは。食うんじゃないよ。もう食おうとしてたやろ、今。お前食う気やろ。おい、食うな。俺の獲物を。よいしょ。よいしょと。ビリビリ言ってるやつがいる。ビリビリ君がいる。ビリビリ君。ビリビリ君怖いんだけどな。どこでビリビリって、まあ、ほっとくか。怖いから。危ない。あの、目見えなくなっちゃうからね。あいつ、食らうと。なんか、謎の電気ショックで。謎の電気ショック、ここにちょっと、どこだっけ？クラッカーブックどこだっけ？何やってるの？クラッカーブックどこでしたっけ？ HD や、ここ？ん？違うな。この並びにあったような。ポップンピルズの向こうか。ポップンピルズの、なんだあの赤いの。何この赤いの？これ何？なんじゃこれ？初めて見た。なんだこれ。ダイヤモンドだ。ダイヤモンドだった。何それ。そんなことある。待って、これ黄色いのもあるけど。これ金かな、ひょっとして。これ金？金だ。なんて美味しいんだ、この。何ここ、この家。すごいね。この家すごいね。銀はないの？これ銀か、ひょっとして。あ、クマいるけど。あ、クマ来ちゃったけど。これ銀かな。まさかと思うけど。これ、ラテッツ、ん？あ、違う、それ、実験名か。あ、これ銀だ。あ、しかもリスポンするんだ。
へえ。ちょ、覚えとこう。ダイヤモンド取り放題じゃん。ダイヤもリスポンすんの？ダイヤもリスポンするかどうかちょっと見たい。小石。あ、ダイヤはリスポンし、あ、これか。あ、リスポンしそうだね。リスポンブロックあるな。へえ、定期的に取りに来よう。まあ、ダイヤいらないけど、売ればめっちゃ金になるからね。ねえ。そりゃ、稼ぎたいっしょ。ちょっとチラッとこう、チラッとだけ見るか、ここ。ちょっとだけ。あれ欲しいな、作業、設計図、設計図台。なんだっけ、図面作成台かなんか忘れたけど、なんかそんな感じのやつ。よいしょ。ということで。あ、あんまり本ないな、ここ。あんまり本ないね。あ、あんまりない。スカスカじゃないか。あれ？割とスカスカだね、ここ。まあ、そういうこともあるんだろうけども、結構スカスカやな。あ、ダメだ。あんまり置いてない本、在庫が、あんまり在庫ないな。よいしょ。この辺まで来ると人出てくるでしょ、いた。無理か。OK。OK ですか？なかなかないか。なかなか、スキマティック、あ、なかなか出ないよね。あ、出ないね。あ、ない。ない、ない、ない。そうか。本屋で出ないのかな。本屋じゃ出ない説まであるよね、これ。普通の本しか出ないやん。この辺は、これ。こっちは？こっちはない。普通の本しか出ないな。落ちてこい。落ちてこい。あれ一人だけ？ああ、遅いよ、くんの。よいしょ。これ忘れてる。OK。ああ、今一つだな。これは？なんでやねん。なんでペインキラーやねん、みたいな。どういうこと？そうですか。ワイヤリングとかね。あ、空いてる。ビッグヒーター。この辺が揃うまではなかなか出ないのかな、ひょっとして。ワイヤリングとかね。この辺が揃うまではもうないな。ここか。あー、たまたま。よいしょ。何もないんだっけ？ないのか。そうか。今一つやな。こんにちは。この水とかはいいわ。これ、出口？あ、違うか。あ、誰もいない。薬は？じゃん。そうか。こんにちは。こんにちは。じゃじゃん。もう一人いるでしょ。 OK。 バカ。いや、今一つやな。あ、今一つだね。金庫一応開けるか。はい、開きました。なんだこれ。 M60 の品質効果、まあいいね。今使ってるの4だからね。まあただそれじゃあない。これじゃないんだよ。もういらない、この辺も。上行くか。あれ。よいしょ。鳥いる？鳥いたような気がするな。いるね。間違えた。
ピエロ強ピエロ強すぎ。鳥は1羽だけか。飛ぶ。そこにはいないのか。飛ぶ。いない。ここにはいそうだけどね。いた。生きてる。生きてた。以上。あ、ここに。あ、でもなんか開いてるやつだった。ワンコは？こっちか。ダメ。ダメ。オッケー。よいしょ。はい。開いてる。あー、これも開いてる。そうか。なんか、お、来た。9ミリバルカン4パーツ違った。設計図じゃなかった。設計台じゃなかった。製図台じゃなかった。そうか、一瞬来たと思ったんだけどね。あー、残念。あ、残念。おう、もう持てない。まあ、この辺は分解だね。分解消防シネル。これが9ミリバルカン4パーツ。へえ、開いてる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 。はい、開いてる。ああ、はい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 。7冊も出たんだ。めっちゃ出たね。開いちゃう、途中から開いた。そう、途中からね、開いちゃう時あるからね、もうね。OK 。これ開いてるな。はい。まあそんな感じか。そんな感じか。結局、やっぱ出なかったね。残念だね。非常に残念でならないね。まあいいか。もう夜になるんで、帰りましょうか。家どこだっけ？向こうか。あ、これの裏か。これの裏だね。うん、はい。ということで、じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか。また朝になったら、今度こそクエスト行くか。今度こそクエスト行きましょうか。なんだ？ヘビ？よいしょ。じゃん。肉には困らないね、マジでね。どこだっけ、自分ち。裏か。あのでかいやつか。取れた女優ね。よっしゃ、帰ってきました。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。よいしょ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よいしょ。よろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。